母の日にプレゼントなんて、あいつらも一兆円になりやがって。なんで陽平くんが泣いてんのよ。だって俺の分もある。まったく、余計な買い物してお金使って。ほら、さっさと戦争回転の準備を始めるわよ。あら、お似合い。